ここかな。やってくぜ、久しぶりに。マヌケの森に強キャラがいるらしい。道のく一人旅の効果がなくなった。道のくかけといた方がいいのかな。出てくるか、ま、歌舞伎のさ、なんだっけ、 お箱のなんかやるみたいなこと言ってたじゃん。おじさんのお箱で歌舞伎を作曲するっていうのをやろうと思ってたんだけど、多分ね、地味やっても地味になるだろうから、まあ、番外編で歌舞伎紹介的な動画やるかもしんないけど、これ出てきたね、これ。来たーサザエさん。あ、逃げ出した。サザエさんは逃げ出した。そう、強キャラ。このマヌケの森、いつもの国だっけに出てくる強キャラ。レベル5の熱視線でやっていくか。こいつも相当強いからな。3276、いいダメージ与えたね。んで、四季の歌聞くかな、これ。聞かないか。てか待て、おばさん、そっか、何も装備させてないんだ、今。おばさんになんか強い幽霊、つけてやりたかったな。おばさん攻撃食らったらこれワンパンで死ぬだろう。で、ジライヤで、デュエットで、なんかやるわ。風系、嵐を呼ぶぞ。これ、どうよ、聞く？おばさんがな、霊ついてないから、あんまり強くないんだよな。防御させといても、微妙だよね。これでどうよ。反対攻撃して、あー効かないんだ。あ、でも攻撃してこないね。してきたっけ。で、熱視線でもう一回行こう。 HP8000 前後だと思うから、あともう2ターンぐらいで倒せるはず。うしょ、切った。サザエさん倒した。お金は全然少ないけど、経験値は美味しいと、まあ、今回の動画のサムネになってるだろうね、サザエさん。いや、よかったよかった、倒せたね。レアアイテムとかも回収できるかもしれないから、もう1回か2回ぐらい戦うか。まあ、今回のパートのメインだからな、この強キャラ倒すっていうのは。クッキー放り投げた。うーわっ、おじさん、うんが。1200前後か。ギリギリおばさんは死ななかったけど、これやべえな、おじさんも死にそうじゃん、これ。ね、視線、あ、単体か、これ。ボンバーガール聞く？死ぬ可能性あるからセーブしておきたかったな。ゲームオーバーになったらなったで、リスタートかければいいから、ガンガン攻め。よし、来た来た来た、効いてる。待って、どうしよう。回復使うか。回復使って、上握り。いや、まずいな、これみんな死ぬ可能性あるんだよな。ジライヤに変えて盗みたいんだよ、できれば。盗むやつってなんだっけ、あるよね、確か。これあれか、ジライヤの特技か。ジライヤの特技じゃねえや、ジロキチの特技で盗むんだっけ。あ、これねえな。これは良くない。あいつに変わんないと、今、あれが、ジロキチじゃないと盗めないんだっけ？盗み方を忘れてしまったよ。久しぶりに盗もうとしてるから。待て。いや、鉄壁の歯使ったところでだな。回復に勤しみたいけど、回復させるか。いや、ぐだってんな最初からぐだってるぜ。どうにか盗みたいんだけど、盗むためにはこのメンバーじゃダメだよね。いいのか、旅の宿で弁慶とやって、ちょっと一回回復させよう。いや、ほんと歌舞伎ロックスのこのパロディ半端ないよねちょいちょい言ってるけれども、今だったら著作権とかそういうのでいろいろとアウトになりそうな
内容だけどさ、まあ1体しかいないからね、出演で。まあ死なないよな、勝手に死んだバット。四季の歌でこっちの方が効きそうな気がしたけど効かない。ぶん殴っていいぜ弁慶、かわされた。本当にないかな、地雷や。あ、あるじゃん、これだよ、これ。いけいけいけ、なんか盗んで。さあ盗める。いや失敗が、しけてやがる、本当にしけてやがるぜ。やることねえな、ぶん殴り逃げ出した。ちくしょう、こっちのセリフだよ、覚えてやがるっていうのは。いやでも頑張れば盗めそうだな。でこれでレベルも上がってくれるからいい感じに強くなるしね。おばさん行っちゃった、おばさん行っちゃったか。やっぱ霊つけてないときついか。てかこれ2ターン連続で、そっか、てか2ターン連続であれやられたらきついんだよな。2回連続でクッキー投げられたらおじさんも死ぬ可能性あるから、うかうかしてられない。セーブすればよかったな。なんでセーブしないでやってんだ。まだレッド行ってみやった方がいい。聞く？聞いたっけさっき。うん、聞いたか。多少なりともダメージを与えたい。で、お箱でカッパラ。右のやつからカッパラ、いけるか。あー、失敗か。レベルが足りないとかあんのかな。旅の宿。で、過激音ととりあえずコラボして、次のターン2人ともクッキー投げてくるなよ。2人クッキー投げられたら弁慶以外死ぬ可能性あるよね。鉄壁の母使いたかったけど、あれか、クッキーやめて。おし、ミス、ナイス、おばさん回避。やっぱ死ぬよな、過激音とあいつが死んじゃうから。でも全員生きてる、オッケー、全員生きてればボンバーガール。いけるかな、てくれ。毎回がボス戦みたいな感じになってっから緊張感が半端ない。レッドイットビー、いやー、できればダブルで倒せれば本当に最高なんだけど。今度左のやつからいけるか。あー、今回は失敗か。の宿回復。もう弁慶の MP が枯渇している。 MP というか歌唱力だっけ、勢力か、勢力が枯渇しているからな。でも次のターンで、うわー、あれ、なんかダメージ少なくなってない、どうした。クッキーを投げれば投げるほど前歯に当たった。強い。このクッキーの与えるダメージ量ってすごいムラがあるけど、そういうもんなのか。300から1500前後ぐらいのダメージを与えるっちゅう技なのかな。不調のあれでもう一回おばさん蘇生させて、四季の歌死んでくれ、どっちか片方死んでくれ。片方行ってしまえばやめて。これ死んだ、あ、これ全員死んだわ、やばい、やらかしたな。レベル上がったのにな、もったいねえわ。逃げられるかな。なんかさ、逃げられる技なかったっけ。逃げられる技は持っていない。逃げよう。オッケー、逃げられた。あぶねえ、ちょっと回復しに行こう。待って、回復させちゃダメだ。霊がついてないから、ちょっとリセット&ダッシュしよう。リセット&ダッシュでカムバックするわ。お、え、お、落ちた。丸めた新聞紙が落ちたね、今。あー、長かった。40分ぐらい。
いや40分もやってないから30分ぐらい戦ってた。であとは死なずに行く、死ななければ OK。 いや長かった、長かったぞ、絶対死ぬなよ、頼むぞ。おしおし、やっつけたやっつけた。お金少ねえ。ってかさっきよりお金少なくね、今2体ぐらい倒したよね。 2体か3体ぐらい、5万尺、うん、2体倒したよね多分。よっしゃ、レベルも上がるし、丸めた新聞紙も落ちるし、これでも丸めた新聞紙でぶん殴ったらダメージ通るんかな、ちょっとそれも試してみたいよね。一回出てちょっと回復しに行くわ。おじさんと弁慶が今丸めた新聞紙を装備してんだけど、ミスか。物理攻撃が何そもそも全く通らないみたいな、そういう感じなのかな、よくわかんねえけどさ。あー外れるな。じゃあダメなのか。まあ普通にじゃあ倒すか、倒せればだけど。また丸めた新聞紙盗めるかなと思ったけど、そうでもないね。旅の宿で、いや身を守った方がいいか。逃げ出した。いやまあいいや、うん、盗めなかったけど、とりあえずいつもはこんな感じで終わり。鳴神の塔にいるらしい。セーブがここにあるのはありがたいね。ここでちょっとセービングして、で道の空が今かかってんだっけ、かかってるか。よしじゃあやっていこう。これはね、死んでもリセット&ダッシュが早くできるからありがたいよね。でなかなか出てこないんだよこの道の空一人旅が。さっきの間抜けの森の時もそうだったんだけど、2回ぐらいなくなっても出てこない時があった。全然出てこないんだよな、あの強化モンスター。鳴神の塔の、あ出てきたねこれ。うわやっべえな、マジキチな顔だよ。あでもそんなダメージ痛くないね。あ優しい、ゆとりかこいつら、優しすぎるぞ。引くからね。あまあまあ引くね。あえ弱くね、えちょ弱すぎないか、大丈夫か、経験値もそんなにいかないでしょ。あ美味しい、え経験値めっちゃ美味しい。ここでレベル上げればよかったな、ここでさ、ここで大量にレベル上げしてからサザエさんとかあの辺の魔物に勝負仕掛けるべきだったのか。で一番強いのは俺ハンニャリングだと思ってたんだけど、一応セーブしとこう。さっきの人食い兵の攻撃がたまたま弱かっただけかもしれない。それも踏まえてちょっと道の空かけてやっていこう。さあ出てくるかな。今ちなみに過激用に霊光の鎧っていうモンスターの霊が落ちやすくなる装備品をつけてる。ラスボスより弱くねえかこれ。620、あでも結構痛いか。4体は多いな、普通に倒すか。できれば2体か1体だけで出てきてくれた時に、まあやりたいよね、盗んだりとかそういうのはやりたいよね。いいね、かなりレベル上がるね。稼ぎ場だよここは。稼ぎ場なのはいいんだけどよ、タイミング的に盗むタイミングを俺にくれ。でセーブはこまめにしていくぞ。でセーブしてちょうどいいタイミングなかなか来ないね。その時が来ればいいんだけれども、1回目も3体ぐらい出てきたんだっけ、さっきが4体で出てきたけど、1体とか2体で出てくることはあるんだね。あるね。盗むがこれ成功するまでさ、ずっと耐久しててもいいよな。ちょっとそれでやっていこう今回。みんなで守って、あこれ物理攻撃とか普通に効くのかな、どんぐらい入る。あ普通に入る。でも1600程度じゃ死なないと。もう一発ぐらいぶん殴れば多分死んじゃうから、ここはひたすらかっぱらって我慢しよう。何落としてくれるんだろう。まあ失敗するか。おばさんに対してのダメージもまあまあ痛いけどさ、別に耐えきれるよね。おばさんとりあえず回復させて、あとはみんなで守る。間違えて逃げる押しする怖いなこれ。守って
守って、やっぱみんなに対してジライアもそんなダメージ食らわないから、だいたいこういう500前後のダメージしか与えてこないと。さあ、いけるか今回は。このなかなかうまくいかないね。守って、お風呂敷マントっていうのを盗むことに成功した。どういう効果があるんだ。防御か防具か。おばさんは攻撃力ゴミだな。で、弁慶が決めてくれる。くれ、うん、くれた。よかったよかった。一瞬倒せてないのかと思ったけど倒せてた。で、おじさんも順調にレベルが上がっていく。風呂敷マントの効果がどういう効果なのかちょっと確認しておこうか。鎧だよね。鎧、うん。説明がよ、単調すぎねえか。強いの？あ、強い。これおばさんに装備させようよ。おばさん、おばさんに装備させるべきだわ。いや、おばさんどころかこれ全員に装備させた方がさ、この後の戦い楽になるような。ちょっと風呂敷マントは全員で揃えるか。